これは、ピトンボウがあって、サオウケがあります。で、サオウケは、こっち側がこの輪っかの方ですね。で、こっち側がこう半円になっている方。まあ、これ逆だったらこれはかかりませんので。で、ここに置いて、で、これで、あまりにもこの、これが下すぎると、こういう風に竿先が、海中の中に入ってしまいます。で、竿先絡まったりとか、まあ、ゴミで竿先が折れたりとかしますんで、この高さは、こういう風に調整してください。イカの、ミチ糸のこの高さもだいたい水面よりちょっと上ぐらいになる方が、いいですね。あんまり高くと風の影響とかを受けて道糸があっち行ったりこっち行ったりします。これぐらいの角度がベストです。で、針とかをなくさないように、こういうベールのところにかけておくと、次の仕掛けが、すぐにできるようになります。